トワイスライツ30日チャレンジ11日目トワイスライブで一番印象的なステージは、私が一番印象的なステージはドリームデーの東京ドームのトロッコになります。なぜかというと、トワイスがトロッコに乗ってどんどん近づいてきて、すごく間近で見れたので嬉しかったので、トロッコが一番印象的でした。